どうもバイスです。今日マフの公式生放送面白かったですね。オニランドの復刻やアニメバビロニアのキャンペーンの告知などかつてないくらい早い段階で発表されてました。ここまで早い段階で開催日時入りで発表されたのは割とかつてないですね。いつもは上旬とか中旬とか濁されてましたしね。前もって予定が立てられるのはいい文明。これからもこんな感じで早い段階から予定がわかるといいですね。頑張れカノウさん。そして今日マフといえば毎年やってる今日マフピックアップです。今年も発表されてラインナップがなんと金時、紫式部、水着雷光の3体水着雷光ですよ。これ派でかい。入手可能イベントはすでに復刻済みなので次回いつ入手できるかわからない状態だったんですが、ここできましたね。割とここを逃すと次いつ来るかわからない状態にまた突入すると思います。そういう意味では金時も同じなんですが、やはり水着雷光さんといえばそのサポート力。スキル1は自己強化バフなんですが、スキル2は単体バスターアップ 20% から 40% で弱体解除付き。スキル3は全体攻撃力アップで、こちらも上位カリスマと同じ倍率の 10% から 20% の攻撃力アップですね。マーリンのように NP 付与やクリティカル威力アップまではできませんが、防具威力アップへのサポート力はほぼマーリンクラスとなってます。初実装された時期はサポートサーバントが孔明とマーリンの2択だったので、マーリンの影に隠れていてあえて選ばれることはなかったのですが、スカディが失踪されてマーリンを船に置く人が減ってからは徐々に評価が上がっていったサーバントですね。あら、いかがされました？この委員長見逃しません。いくわよ。リラックスリラックス、君に全チップをかけよう。頼むぞ。御仏パワー全開ね。御仏のカード見せてあげる。へい、五行さん釈迦如来章。特に今年のバルバトスガリでは大活躍しました。復刻されるオニランドでも似た形式の撃退戦があるので頑張ろうと思ってるマスターにもおすすめですね。同時ピックアップされてる紫式部さんは宝具の連射力も高く魔性特攻持ちです。3連射するのはオダチェンや特定の概念霊装など結構限られた編成になるんですが、キャスタークラスはパラッピーがいるので3連射しなくても2連射できれば高威力の宝具を3ターン目に持ってくることが可能な点も魅力的ですね。今開催されてるギルサイでの活躍も大期待です。生命様直伝です。巡り合いてつまんの連中だな。他にやることないの？各機それがええ、はい。カオル子は種に詳しくはありませぬけれど、けれども心ならば源氏物語、葵、物のけ。あわわわ、あ、すみません。思いつきました。さらさらさらり。あとは霊装がピックアップされてないのでライコンさんを狙いつつ、あわよくばカレスコって漢字のマスターにもいいかもしれません。まあ出現率は 0.19% なので本当に出たらいいな程度ですね。ちなみにギル祭りの方だと 0.057% です。倍くらい違う。そんな感じの強マフピックアップですが、私は金時が未所持なのでライコンさんの宝具レベル上げを狙いつつチャレンジしてみようかなと思ってます。サポーターだけの仕様だとライコンさんはあまり宝具レベルは必要ないんですが、高くて困ることはないしね。それでは今回はこの辺で、次回の実況動画にもご期待いただけたら幸いです。もしこの動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価をしてくれると嬉しいです。バイスチャンネルでした。またね。